はようございます、小田原の鋳物や柏木美術鋳物研究所です。うちの工房では、風鈴や、仏具その他、小鈴と鳴り物と呼ばれる、音が鳴るものを中心に鋳物を作っています。こういうのですね。はい、こういう風鈴も作っていまして、形によってそれぞれ音が違うので、ぜひ生の音を聞いてみてください。工場の場所と連絡先等は、ホームページの方に書いております。柏木美術鋳物研究所で検索していただくか、こちらのアドレスに、行っていただくといろいろ詳細載っていますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。